で、父の誕生日、すごく羨ましい環境で、これって日本人からしたらとってもすごいことだと思うんですけど。 Hello everyone, this is Arisa from Malipan TV. So today what I'm gonna talk about is 5 reasons why I love Malaysia. But before I begin, I just wanna thank to all my subscribers.こんなにたくさんの動画を始めてからまだ1ヶ月ぐらいなんですけど、こんなにたくさんのレスポンスをいただけると思っていなくって、すごく正直びっくりしているのと同時にとっても嬉しいです。皆さんのおかげで本当にもっともっとこれから YouTube の動画をたくさん撮っていきたいなと思います。 I know it isn't much but it means a lot to me。皆さんのコメントもちゃんとチェックしています。でコメント見るたびに、すごく嬉しくて笑顔になってしまうんですけど、本当にありがとうございます。それじゃあ5つの理由を話していきたいと思います。実際は異なると思われる方もいらっしゃると思うので、これはあくまで私がこの3ヶ月間で感じた印象だということを、お伝えしておきます。Please kindly listen to my opinion. Okay? So, let's get started. 忘れちゃった、また。So, let's get started! それでは5つの理由の1つ目は、マレーシアには素敵な人がたくさんいると思うところです。マレーシアの人って困っている人とか見かけると躊躇しないで進んで自ら話しかけてくれるっていうところがあるなと思いますっていう印象があるんですけど、逆に日本だとこう人に迷惑かけたくないのか、人の目につきたくないのか、目立ちたくないのか、自ら話しかけるっていう行為はなかなか見られないんじゃないかなと思っています。なのでどちらかというとマレーシアの人はこう人とのつながりっていうところを大切にしているんだと思います。あとは私はまだマレーシアのエアコンの強い冷たい風にまだ慣れていなくって、すごくいつも寒い思いをしているんですけど、なんですが思いやりのある人とかが席を譲ってくれたりとか、移動して風の少ない席に通してくれたりっていうことがあったりしました。そういうところは嬉しかったです。あとはマレーシアに来て間もなくの時に半世紀に一度レベルぐらいのもう大規模洪水に遭うっていう、ある意味貴重な体験、洗礼みたいなものを受けたことがあって、私は浸水被害だとか道路封鎖とかですごい大渋滞で9時間ぐらい車の中にステイしてたんですけど、至る所で道路が浸水していたり、動ける道路のスペースがなくて大渋滞になっていたり、辺りは車だらけで動けないってなった時って、もしそんなことがあった時ってあなただったらどうしますかっていう感じなんですけど、そういう時って私とかだったらもしかしたら車動かなくてイライラするなとか、あとはもしかしたらああ絶対ついちゃったりするかもしれないんですけど、マレーシアの人たちは違いました。道を開けようとか道を通そう、辛い時でも楽しくしようとか、みんなで乗り切ろうっていう感じで、この状況をなんとかしなくちゃっていうみんなが協力し合っている姿を、目にすることができました。夜には十数センチぐらいの高さまで水が溢れていて、そこで生活していたんですけど、その時に見た周りの人たちっていうのは本当に災害起きてるのかなって思うぐらい知らない人と楽しそうに話していました。みんな穏やかな心で災害時も過ごせる素敵なパーソナリティの持ち主の人が多いんだなって目の当たりにしました。ナイス。次2つ目は、多文化国家のマレーシアはすごいというところです。マレー系、インド系、中華系などなどで、言語も文化もあとは宗教も習慣も
全部組み合わさっている国だからこそ享受できる嬉しいことがたくさんあるのがすごいところです。そのうちの一つ目は休日が多いことです。休日最高。中華系とかイスラム系、ヒンドゥー教関連の休日、あとは知事の誕生日まで。知事の誕生日、祝日になったりする週もあったりして、本当に興味深いんですが、自分の人種がそれに属していなかったとしても、この休日っていうのは自分も享受することができるので、いやすごい純粋に嬉しいことだと思います。誰得みたいな、もうみんな得みたいな感じで、めちゃくちゃ嬉しいことだと思います。多文化の良いところ2つ目はご飯の種類が多いところです。今日は中華にしようかなとか、新しくできた韓国料理屋さん行きたいなとか、あとタイ料理食べたいとか、お寿司食べたいなとか、マンマック行こうみたいな、軽食のマンマックってとこもあるんですけど、そういう感じでこう一つモールに行けばいろんな種類のご飯を食べることができるっていうのもマレーシアの素晴らしいところかなと思っています。マレーシアのいいところ3つ目は言葉の壁が低くって、もし英語が不十分だったとしてもコミュニケーションが取れがちなところです。英語力もし低くっても、諸外国と比べるとマレーシアって話が通じやすいんじゃないかなと思います。その理由は一言で言うと、やっぱりマレーシアが多文化多言語国家だからです。共通語は英語、公用語はマレー語、そして各民族の言語を話すために最低もう一つ3種類はマスターしないと、3種類マスターしてる基本マルチリンガルの人たちがマレーシア人っていう感じなんですけど、さらにもっと他の言語も学習するっていう人もいて、もう驚きなんですけど、とにかくいろんな言葉をもう生活する上で話さなくてはいけないっていうのが小さな時から養われているのがマレーシアの人なので、これって日本人からしたらとってもすごいことだと思うんですけど、すごく羨ましい環境で育っていて、日本人からしたらうわいいなって思うと思うところです。マレーシアが素敵な好きな理由4つ目は、マレーシア人の順応性がすごい高いところです。というのも、マレーシアではやっぱりもともと多様な価値観だったり個性だったり、あとはライフスタイル思考っていうのを受け入れてくれる環境が揃っていると思っています。例えば着る洋服だったりすると、日本と違って年齢だったりとか世間体っていうのを気にして身なりを遠慮したりとか、何を着なきゃいけないか今日はっていうのを考えてっていうストレスを感じたりプレッシャーを感じたりっていうところがとても低いなと思っています。他にはこうお店で日本のおなじみの商品を見ることがあったりとか、あとは個人的に嬉しいのが韓国とか中国のコスメ、あとはハラル系のコスメといった自分が今まで日本で見たことなかったようなコスメ系の商品を見ることができるのがとっても嬉しいなと思っています。マレーシアの起業家さんはきっと、もう自分がいいなと思ったこととか思った商品に関しては積極的に取り入れていく、そういった姿勢があるのかなと思っています。日本だとやっぱり何か新しいものを導入するときって他の国で成功例があるとか、絶対にこれは大丈夫っていういろんなチェックを重ねて、やっとじゃあ取り入れましょうなると思うんですけど、そういうプロセスが時間がかかっているのが日本のちょっと残念なところかなと思っていて、それで新しいものを目にする機会が減っているような気がするので、それと比べるとマレーシアは新しいものを見る機会が本当に多いので嬉しいなと思うし、マレーシアに住んでいる人たちもその新しい商品を見て、じゃあ買って試してみようっていうところがあるからこそ、起業家の人たちもトライたくさんしていろんなものを取り入れているのかなと思います。最後は、
自然とか街並みが好きっていうところです。まずモスクが綺麗で好き。モスクに限らず、宗教的な建物、建造物が綺麗ですごく好きです。日本と違ってすごく大きいなと思います。島の規模って考えると日本の方が大きいと思うんですけど、どうしてもモールとかの細部感は大きくて、サンウェイピラミッドモールとか本当に見るだけで嬉しいですね。パビリオンも大きいし、KNCC も大きいし、やっぱ大きいだけで素敵だなと思います。いろんな方から、ペナンいいよ、ペネンアイランド is nice とか、ボーニオンアイランド is nice みたいなことを言われるので、きっともっと素敵な自然がたくさんマレーシアに溢れているんだろうなと思います。あなたが素敵だと思えるようなとこですか？もしよかったらコメントしていただけたら、もう次行きたいなのリストに加えたいと思います。以上、私が、マレーシアを好きになった理由5つでした。日本ではマレーシアって移住したい、あとは老後の生活を過ごしたい国ランキング、いつも1位なのがマレーシアなので、とても人気なのは知ってはいたんですが、こう実際に来てみてやっぱり何がいいかっていうのは過ごしてみて初めてこう身に染みたなと思っています。そんな国に住む、経験ができて本当に嬉しいと思います。マレーシアの皆さん本当にありがとうございます。私のビデオはこれで以上です。 Thank you for watching my video. If you like this video, please hit like button and subscribe to my channel. Bye bye. See ya.